豪大戦ありがとう。こちらこそ、おしまいも大富豪してる。今日はメンバーのときめきを2つもらいました、新たに。忖度してくれた、優しい。もう本当に人の優しさが心にしみるわ。やっぱりね、なんか自分のことを嫌いな人よりも好きでいてくれる人を大事にしようって思うんだけど、思うんだけどさ、やっぱりそれって結構簡単なようで難しいことですから、まあそうなれるように頑張りたいなと思うんですけどね。大事に、いや、すだち大事にするのはもちろんなんだけど、なんかやっぱりいい意見より悪い意見の方が入ってきてしまう、心に残ってしまうから、今日めっちゃ整ってますね。嘘、今日練習してきたからボサボサだよ髪の毛。もうこれ内巻きだったのにもうピョンってなってるし。そうだから、もう好きでいてくれたり嫌いで、嫌い、自分のこと、私のことを嫌いじゃない方に感謝。本当に からみんなは私が悪い意見が吐き消される、待って、ちょっとみんな優しい、吐き消されるぐらい絶対いいこと言ってください。お願いします。12人公演リハお疲れ様。してないよ。K2 もケイツ推しじゃなくて S 推しの、 S の人が一押しの人が忖度してくれた、優しい、好き、好きです、ありがとうございます。なんか本当にね、難しいことなんですよね。やっぱ最近は SNS も多いですし、こういうコメント、まあ、コメントでわざわざ言ってくる人は今はいないけど、今はね、今日はっていうか最近はいないけど、チップ申し込んで当たったよって、ありがとう、楽しみ、お疲れ様です、こんばんは。本当に SNS はね、なんか今の SNS がない時代に生まれたかったなって、てか SNS がない時代にアイドルをしたかったなって思う。SNS だけじゃなくてこういう配信とかも。こんばんは。フォローしました、ありがとうございます。今日はゆっくり配信見る、あと30分くらいあるので、ぜひ
い日に自己防衛大事、自己防衛私マジできないんですよね。できないくせにメンタル強くないから、あの自分で崩れてくっていう、もう最近分かってるんですけど、分かってるのにでき、なんかね難しいよね。生まれてきた時代が悪かったね、いい時代だけど悪いなって思うこともあるよね。今日めっちゃ清楚やの、嘘、この服自転車しか乗ってない、この服でこの服でいた時間1時間ないぐらい。自分のこと、私最近自分のことが分かってきた気がする。前よりはどうやったらなんか崩れるのかも分かんない。でなんか、あ、これやったら失敗なんて、失敗ってまあいろんな失敗があるけど、これやったらなんか悪い方向に行っちゃうんだろうなって思いながらやっちゃうんですよ、それを。っていう自分の特徴、特徴です。経験値が上がった。アイドルって本当に大変な職業ですね。私の理想のアイドルはこういうことを言わないアイドルなんですよ。だから私は理想に乗れてない。本当にもう一回やり直したい、全部最初から。オーディションに受かった瞬間からやり直したいです。SK に入ってからどんどん自分のことが嫌いになっていく。昔から別に好きだったわけじゃないけどね。大富豪今やってるよ。でもカードが悪かったよ今。今ここにいる人はあや好きですよ、嬉しい。そう、そういう方もねもちろんいてくれて、でそういうのもすごいありがたいことに目にすることも最近は多いんだけど、なんかそれよりもそうじゃない人の意見の方が耳に入ってきちゃったり、それがずっと残っちゃったりするのがなんかもう、なんかそういうふうにいいことを言ってくれる人には申し訳ないし、悲しい気持ちになっちゃうし、ちょっとね嫌ですね本当に。前髪気に入らないみたいだし、前髪今いい感じなんだけど、そんなに変ですか。絶対褒めてくれようとしたけど、今いい感じなんですけど、そんなに変ですか。最近伸びてきていい感じなんですけど、前髪ちょっと最近やっと伸びてきたのに。
な人は気にしないようにしたらいいけど難しいですよね。本当にそう、本当にそう。なんかね、見たら嫌な気持ちになるって分かってるのに見ちゃうんですよね。いい感じだってよかった。大保護していますか？しています。スタバ新しいのです。スタバ私もあの抹茶のやつが美味しすぎて今日はねちょっと我慢したけど、昨日も一昨日も飲んだ。昨日もその前の日、一昨日じゃないや、いつか2回飲んだ。それでもやめないで続けてんの偉いよ。だってやめたら何もないもん私今やめたら何もないです。でもしかもなんかやめたくなる理由がそういうことなのが悲しい。みんな前髪褒めてくれる。今日まつげパンをやめたらまつげいい感じになりました。本当に悪いことだからね。私もね、なんか悪口を返したわけじゃないけど、悪口っていうかそういうの返したわけじゃないけど、なんかもう SNS、 自分の SNS をアイドルが見てるなんて思わないじゃないですか。ファンの時は見ててもなんかフルネームが入ってるツイートとかなんかリプしたツイートとかぐらいかなって思うじゃないですか。だから、ね、多分ね、なんかそんな重い気持ちじゃなく軽い気持ちで書くんだと思うけどね。茶のやつ美味しい。カスタムがあるんだ。スタバは注文の仕方よう分からんから利用しない。スタバはこれって言えばいいんだよ。これくださいって言えばいいんだよ。メニュー指さして。熊だ熊、ありがとう。ちょっと熊今遠いから持ってこないけど、熊ありがとう。待って、この人忖度してくれてる。シリンさんのあの方、今日シリンさんに会いました。え、クマ5個もいたんだけど、クマ気づかなかった。5個もくれた、ありがとう。ネットはタトゥーだから。ネットタトゥーってこと？消えないってこと？ありがとうございます。抽象の言葉だけじゃなくてね、人はどんな言葉で傷つくか分かんないですからね。本当に発言には気をつけないといけないと思いますね。12人公演楽しみにしててください。あやが好きなコンビニはどこですか？セブンイレブンです。今日も行きました。今日はピラフを食べました。ピラフとシシャモは食べました。デジタルタトゥーって言うんだってね。本当に、まあね、こういうこと言っても見なきゃいいじゃんってなるだけだからあれなんだけど、全部自分が悪いんだけどね。
でも本当にそういうのって私に向かってとかじゃなくて、もう例えばそのあるね、例えばアイドルの写真をアイコンにしてたりツイートしてたりしてる人がそういうことを言ってるんだとしたら、その人にも悪い印象がつくと思うんですよね。だから私のファンの方には絶対にそういうことをしてほしくないし、ね、その悪いイメージがついちゃうっていう自覚を持って発言してほしいですね。もうだってその人のイメージはそのプロフィール写真なわけだから、大富豪になったよ、私のスタンプ使ってくれてる、嬉しい。それで一時期ピカチュウ嫌いになったことあるわそう、私もそれのせいでメンバーと本当に話せなくなっちゃって怖くて、そういうこともあるよって思ってた方がいいですよね、 SNS を使用するときは。なんか外から大富豪やってる音聞こえてくるんだけど、誰か大富豪やってる、なんか大富豪のカード出す音がする。あやに当たってあやスタンプ使えて、あのスタンプ実用性なさすぎて私も使ってないけど絶対大富豪の音じゃないけどね、なんか大富豪みたいな音する。今日は大富豪をしてたら宮村さんに当たって、で宮村さんその同じとこに同じ場所にいて違う階にいるって知ってたから会いに行きました。大富豪に出会って現実でも会いに行った。あ、間違えた。そう、最近だとさ、大富豪でもさ、なんかその一押しにしてるメンバーの印象が悪くなったりするじゃないですか。なんかね、私はそうは思わないけど。からなんか誰々推しって公言するなら、ちゃんとねした方がいいよね。まあいろんなことがありますけど、SNS は全世界に発信してるんだよってことですね。
を始めてくれたんだけど、チームとか分かってなくてメンバー見送りさせたみたい。でも私別にいいけどな、私は別に見送りさせられても。だってメンバーはファンの人よりハートいっぱい持ってるし、何回でもやり直せるし、楽しく遊べたらいいですよね。セブンのいちごラテはね、売ってるなと思ったけど飲んだことない。あ、私の私の写真だ、写真、私のカードだ。溜まっております。頑張りましょうね、大富豪ケイツ推しの皆さん。やっぱり一番メン、なんていうんだ、一番ポイントを稼げるのはメンバーだと思うので、私はメンバーが一番頑張らなきゃって思うし、まあ、それは私がまあそんなに忙しくないから言えることなんだけど言えることなんだけど、まあね、何回も言うけど K2 に昇格してから本当に何もできてないんですよ。だからK2 のファンの方にもメンバーの先輩にも私が K2 に昇格してよかったって思ってもらえることをしたいんですね。で、今はこれは本当に自分でもできることなので、まあなんかこれを頑張ったら自分に何かいいことがあるかと言われたらそれは分からないですけど、なんか、ね、誰か気づいてくれる人がいたらいいなって思いますね。この間のルカさんのセット楽しそうだった？それはそう見えてたらよかった本当にあの日はエゴさんがいなかったら私公演できなかった。パフォーマンス良くなってると思いますよ。でもね、それは本当に嬉しいしありがとうございますなんだけど、パフォーマンスが良くても何も、なんだろう、何もいいこと、難しいな。
難しいけど、難しいな。バランスが良くてもね、ダメなんですよね。何をしたらいいのかはちょっとわからないんですけど、公園はね、わかんない。今のところはですよ、今のところ、私は今のところはマジで、意味ないことだなって思っちゃう。ね、大富豪のさ、音外からするって言ってたけど、私の音だわこれ私の音がこの遠くのイヤホンから聞こえてくる音だったから、大富豪はなんか今ほんとに目に見えてわかるものだから、え、そう、本当に公園で好きになってくれた方がいることはでも良かったことかな。そこから、なんだろう、でもそこからもうファンの方がいっぱい、前よりはいっぱいいてくれてるのに、どうしたらいい報告ができるのかわからないし、トーク会もいっぱいいっぱいだか、この間はすごい完売も出してもらったのに、なんかそれは何にも、もう自分のせいで何にもつなげられなくて申し訳ないですね。申し訳ない気持ちですね。ちょっと Bluetooth から流れてた大富豪。でも今回はもしも K2 が出たとしても何か得点があるのは1位だけなので、別に意味があるわけじゃないけど、なんか少しでも上にいることで、なんかチームに貢献できたらいいなと思いますね。だから自分でもやってる。革命が起きました。私大富豪でなんだっけ、大貧民から大富豪になるやつなんだっけ、下克上みたいな、下克上するの大好きなんですよね。ティーンズユニットにも入れてもらったのに何もできてない、まだ。次は私がなんかみんなに恩返しをする番ってすごい言ってたのに、なんか全然できてないなって思って、申し訳ないですね。競技さっきね、一回だけ下克上した。あと8分だ。早っ、時間経つの。
焦らずに。でもね、まあそうだけど、だってもう3年目ですよ。3年目でも、3年目でこんな、なんだろう、18歳で若くもないのに、なんか新しく入ってきた若い子たちって言われてる状況が多分普通に焦るんだと思います。私だけじゃなくて、わかんない、何時、みんなもかもしれないけど。大富豪何時までするん？わかんない、いつも何時ぐらい、4時ぐらい。ここで人と比べるの、ここで他の人の名前出すのが一番ダメです、私にとって。ずっとやってるわけじゃないけど、3年目で、でやっぱアイドルって、まあいいや、やっぱやめるわ。やっぱやめときます。やっぱやめとくけど、なるべく早く結果を出さないと、いつ何が起こるかわからないし、いつ見切られちゃうかもわからないし、入ってきたばかりの親より今の親の方が好きだって嬉しい。今度は話し会行くよ、ぜひ次のシングルで待ってます。やっぱ今日暑いですね。なんかね、何したらいいんですかね。今日ピノのピスタチオ食べました、美味しかった。夏かけも今日なんか長袖着ちゃった、ちょっと日焼けするかなと思って。えらい、ちかこさんが今ピスタチオ味のピノ食べたいって今ツイートしてる、すごくない？もしかして見てる？そうですね、今日はなんかすごい、なんかあんまり自分でもしたくないような話ばっかりしちゃったんですけど、みんな嫌いにならないでください。お願いです。でも本当に今は、今の自分の課題はとりあえず SNS の付き合い方ですね。もう本当に、ね、私のことを嫌いじゃなくいてくれる方のことだ、言葉だけを吸収する脳になりたい。
そしたらもう私の人生は何千倍も何百倍も楽しくなる。でもこの話は結構なんか先輩とかにもずっとじゃないけど相談したりしてて、うん、見るのをやめなさいって言われて見ないでいた時期もあったんですよ。その時は人生がとても楽しかったんですけど、なんかちょっとだからちょっとその頃を思い出して頑張ります。そう、本当にそういうのも気にしすぎて何も投稿できなくなっちゃう。ツイッターもだしインスタもだしいろいろね。だからもういろいろ消しちゃったし、昔ツイートしたことも一時の衝動でね。今はとりあえず大富豪と12人公演の練習を頑張ります。メールはいっぱい送ろう。で今日は送ろうと思ったメール届かなかった。相談できる先輩昔はいたな。昔っていうかちょっと前はいたけど、なんか送ろうと思ったメール届いたんだけど、つけたかった写真がつけらんなくて、だからいつかなんか真っ暗闇のインスタライブとかで見せますありがとう。写真っていうか本当は動画なんだけど、公園の見てくれてありがとうございました。それではまたいつか、明日メール送ります。明日もバイバーイ。大富豪してます。この後もぜひ大富豪で会おうね。大富豪で会いましょう。